カサニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーのカサニマロ、マロどうも、カサニマロ、文系担当、木野藤ですはい、今日はですね、日本史出るとこだけ100問100答の明治大正昭和時代の通史をね、やっていこうというふうに思いますではよろしくお願いします まずまあ、ご了承くださいっていうところなんですけども、共通テスト、私立入試でよくよく出題されるところを抜粋しているので、あまりね、細かい部分なんかは出てこないかなというふうに思います。あとは、簡略化するために、だいぶ噛み砕いた表現があったりとか、あとは、中学単語のね、簡単な単語っていうのは載せていないです。ちょっとね、時系列バラバラだったりするんですけどもね、お許しください。で、そうですね、あの、文化史の方になるんですけども、すいません、これちょっと時間がなくて、かなり取るの厳しいかなっていうのも、 っていうのが現在の状況なんでちょっとねあのこれは文化史のまとめっていう動画あるんでそっちの方でね見てもらえたらいいかなという風に思います10%ぐらいです動画が出る可能性があるのがだからちょっとねこっちの文化史のまとめの方こちら近代の文化史は見てもらえたらいいなという風に思いますではよろしくお願いします1儒教道徳の遵守を解きキリスト教の信仰を禁止した民衆に対しての基本方針は何 ごぼうの刑事2、薩長土肥が率先して行った領地と人民を天皇に返した改革は何反責奉還。3、廃藩治験を行うにあたって反対勢力が出ないように組織されたものは何 41871年に出された円・千・林の十進法の貨幣単位を定めた条例は何進化条例5渋沢栄一が中心となりナショナルバンク制度に倣って 1872年に出された条例は何国立銀行条例61873年、食産工業の推進を行うために作られた省は何内務省 8、北海道の管轄機関として1869年に設置されたものは何開拓市7、〇〇の権利によって郵便制度が導入された〇〇に入るのは誰前島ひそか。 9すいません7と8がね逆になって言いました9・千島樺太条約の構想にあたった当時の中露大使は誰榎本武明 ?10 番明治政府が1879年沖縄県を設置したことを何という 琉球処分11、佐賀の乱を率いた人物は誰江藤新平。12、明治時代に最上級の裁判所として設置されたものは何大審院。 131880年に愛国者がまるに解消し国会解説請願書を提出しようとしたまるに入るのは何国会規制同盟すいませんこのシャーがね会社のシャーですね間違っています14番出力処分の際に渡された 一時金を支給することを記した証書を何という金録交際証書。15、立死者憲白を提出した人物は誰片岡健吉。16、 フランス流の急進的な自由主義を主張した板垣大輔が結成した政党は何自由党17県令三島道常の圧政に反発して起こった事件の名前は何福島事件 18後藤翔二郎を中心に起こった民権派の団結を行っていこうという運動を何という大同団結運動19民権派の地層の軽減や言論集会の自由を求めた運動を何という 三大事件・憲白運動20、民権派を皇居から三里医院に3年間追放できるようにした条例を何という保安条例。?21、大日本帝国憲法が発布された時の内閣総理大臣は 誰黒田清隆が示した政府の政策は政党の存在によって左右されないという考えをしていたこの考えを何という朝鮮主義。 23、最初の衆議院議員選挙が行われた時の内閣総理大臣は誰山形有友 ?24、松方正義内閣で民党に対する選挙干渉を行った内務大臣は誰 品川・矢次郎25第2次伊藤内閣の後に組閣した第2次松方内閣が提携した政党はどこの党新歩党26第3次伊藤内閣時に自由党と新歩党が合同してできた政党は何 政党27第二次山形内閣が〇〇令を改正し政党の人間が高級管理になれないようにした〇〇に入る言葉は何文官任用文官任用令28軍部大臣現役武官制 治安・警察法を制定した人物は誰山形有友第2次山形有友内閣ですねこれは29刑法の整備に携わったフランス人は誰ボアソナード3十。 外国人の内地雑居を承認した条約改正にあたった人物は誰井上 ?31 外国人判事の任用を大審院だけに狭めた条約改正にあたった人物は誰大隈重信。 32日英通商公開条約を締結し領事裁判権の撤廃を実現した人物は誰陸奥宗光この辺が苦手な人明治時代の動画概要欄の受けとくんで見てもらえたらいいなというふうに思いますこの辺を語呂合わせで押さえています33朝鮮の金玉金を中心とした独立党が 真への依存をやめるべきだと起こした。クーデターは何？何更新事変？神語軍団と曲がりがち、あの混ざりがちなんで気をつけてください。答えは更新事変の方です。34更新事変で睨み合った日清が和解するために締結した。条約は何？ 天津条約。35。天津条約での申告の全権は誰？李光章。36義和団事件が発展し、中国と欧米列強が衝突した。出来事を何という。 北進事変。37日露戦争の講和条約であるポーツマス条約を仲介したアメリカ大統領は誰セオドア・ルーズベルト、フランクリン・ルーズベルトは太平洋戦争の時です。注意してください。38 ポーツマス条約で賠償金を得られなかったことで国民が暴徒化した事件を何という日比谷焼き討ち事件。39。1907年日本が強行になった時の立憲声優会出身の総理大臣は誰西恩寺、金持。ち 40第2次桂内閣時に発布された国民に節約と勤勉を訴えた長所は何母親書 ?41 明治末期に推進された長所財政の安定化や地方事業の振興を図った運動は何 四方改良運動十二第三次桂内閣に対し「罰族打破・権勢擁護」をスローガンに掲げて展開された運動は何第一次五権運動四十三第一次山本権平内閣が 退陣しシーメンス事件、ジーメンス事件。44、1917年、日米で交わされた中国における協定を何という石井ランシング協定。 45第一次五権運動の指導者で権政の神様と呼ばれた人物は誰尾崎幸男46第一次世界大戦後中国各地に建設された日本の紡績工場を何という 47ワシントン会議において中国の主権尊重問答解放機会均等を規定した条約は何 ?9 カ国条約481922年 米英日仏異の主力艦比率を取り決めた条約は何ワシントン海軍軍縮条約49労働組合運動の母体となった団体の友愛会を設立した人物は誰鈴木文治 5 0 1920年共産主義者、無政府主義者など資本主義に反対する勢力を結集して成立した団体は何日本社会主義同盟。51片岡直春が出現して取り付け騒ぎが起き 1927年に起こった恐慌は何金融恐慌52民本主義を唱える吉野作造が組織し全国的な啓蒙運動を行った組織は何黎明会 53、五県三派連立内閣時の総理大臣は誰加藤孝明 ?54、1926年組織された合法的な無産政党は何労働農民党。 55、1928年の田中義一内閣時、行われた共産党員の全国的な検挙は何 ?315 事件。56、田中義一内閣で大使政策綱領を決定した会議は何 東方会議571931年制定された指定産業での不況カルテル結成を容認する法律は何重要産業統制法581930年浜口長幸内閣で 調印された軍縮条約は何ロンドン海軍軍縮条約59関東軍の軍隊が奉天郊外で南満州鉄道の線路を爆破した事件を何という柳条湖事件 60、井上日章率いる団員が井上淳之助、檀拓磨を暗殺した事件は何結命団事件61、満州国の失政となった清朝最後の皇帝は誰溥儀。不義 愛ででも、OK、です62日本が満州国の承認と同時に締結した協定は何日満議定書63国際連盟脱退時主席全権として出席した人物は誰 松岡陽介64犬飼強内閣の高橋小力夫蔵相が金の流出防止のために行った政策は何金輸出再禁止65高橋財政による自国植民地への大量輸出を 外国はなんと批判した。ソーシャルダンピング。六十六。国家総動員法に基づく法令で。一般国民が軍需産業に導入されるようになったものは何。国民徴用令。 671937年に作られた戦時動員の計画立案などを行う内閣直属の機関は何企画員681940年に贅沢品の製造販売を禁止した法令は何 七七金六十九農村で実施された政府による米の強制的買い上げ制度を何という教出制七十第一次近衛内閣で各職場ごとに作られた 労使一体で国策に協力する組織は何産業報告会711939年5月ソ連軍に大,大打撃を受けた戦闘は何ノモンハン事件 721941年に小学校は解明されたが何というふうに解明された国民学校73太平洋戦争での日本ドイツイタリアをまとめて何て呼ぶ数軸国 74.1943年東道秀樹が中国東南アジアなどの代表を東京に集めて開いた会議を何という大東亜会議。75. 戦争中学校に残る生徒や女性を軍需工業で働かせたことを何という 勤労動員761945年2月にアメリカイギリスソ連の3国で開かれた会議は何 ?771945 年10月 GHQ が治安維持法特効の廃止。 政治犯の即時釈放を命じた指令は何人権指令781945年財閥解体の際に作られた委員会は何持ち株会社整理委員会 791947年に作られたカルテル・トラストを禁ずる法律は何独占禁止法 ?801946 年10月第2次農地改革が開始される際に公布された法律は何 試作能創設特別措置法816334の進学生を取り決めた法は何学校教育法教育基本法は義務教育のやつです学校教育法とは別なので押さえておいてください82 知事・市町村長が公選となることを決めた法令は何地方自治法831946年秀原内閣が実施したインフレ抑制のための貨幣流通量を減らす法令は何 金融緊急措置令84第1次吉田内閣の資材と資金を重要産業部門に集中される方式を何という経営者生産方式85昭和電光事件で退陣した内閣総理大臣は誰 足田86、1955年、ソ連と東欧7カ国が組織した共同防衛組織は何ワルシャワ条約機構。87、特別講師が実施したインフレを抑え、円の価値を安定させ、 日本経済を復興させるための秘策は何ドッジライン881953年朝鮮戦争の休戦協定が調印された場所はどこ板門店 89労働運動を主導した反産別派の組合は何日本労働組合総評議会括弧総評90安保条約に基づき1952年に締結された日本が中流軍に 基地を提供することを取り決めた協定は何日米行政協定91ベトナムで1954年フランス軍が撤退した協定は何インドシナ休戦協定 92、吉田内閣時、成立した暴力主義的破壊活動の規制をする法律は何破壊活動防止法,かっこ破防法、93、1954年、アメリカの援助を受ける代わりに、 自衛力の増強を義務づける法令は何 ?MSA 協定94自由民主党の初代総裁は誰鳩山一郎95 池田内閣のスローガンは何池田隼人内閣のスローガンは何所得倍増961964年に開通した高速輸送手段は何東海道新幹線97 1971年、日本などの終始黒字国に対し、大幅な為替レートの切り上げを要求した出来事は何ニクソン・ショック98。98、何ポーツマス条約のロシアの全権は誰ウィッテ。 99難。大韓民国の初代大統領は誰李性版、過去イスンマン。100戦後食糧難を解決する緊急食糧輸入のための資金は何 占領地資資金、カッコガリレオ資金。はいということでね皆さん100問お疲れ様でしたもしねあのわからない問題あったらまたねその授業動画の方戻ったりね問題集とか参考書戻って見てみてほしいなというふうに思いますその周りの部分もね忘れてる可能性が高いんで周りも囲って押さえてくださいでは今日は終わりましょうありがとうございましたバイバーイ